ウエストマウントはカナダのケベック州のモントリオール島にある都市、モントリオール市に囲まれた独立した自治体となっている。2016年の統計で人口は2312人、面積は4.04平方キロメートルと非常に小さな自治体である。18世紀にイギリス系住民によって町が形成され、古くからカナダ一の富裕層が住む地域とされる。特に モンロアイアルさんの三つの頂上の一つである標高201メートルの丘にあるウエストマウントサミット周辺地域は平均所得がカナダで最も高くカナダの政治家や財界人等の超富裕著名人が住む地域となっている。地下鉄グリーンラインの後ウォーター駅はモントリオール市とウエストマウントの境界線に位置しておりアレクシス日本プラザドイツの建築家 ルートビヒミンスファンデルローへによる設計のウエストマウントスクエア等のショッピングセンターやコンドミニアム等が集まっているモントリオールダウンタウンからの延長地域となっている。マギル大学やコンコルディア大学に近い英語圏であり、ショッピングセンターがあり便利であることから大学等に勤務する日本人研究員や駐在員の居住先として知られている。2006年9月13日には、 同村カレッジにて、同村カレッジ縦覧車事件が起きている。2016年センサスによる人口は2312人。住民の母語の割合は、英語が54.94%と最も多く、フランス語20.03%、スペイン語2.83%、アラビア語2.58%、中国語2.15%となっており、 モントリオールの英語圏の一角を占めている。人種別では非白人は14%を占めるに過ぎず、白人が大半となっている。宗教ではカトリックが31.0%、ユダヤ教は22%、プロテスタント21.5%となっている。とユダヤ系人口は2割以上を占めている。住民の平均所得は21万120ドルで、これは北。 アメリカで最も高いうちの一つとなっている。ウエストマウントスクエア地下鉄、グリーンラインのアトウォーター駅。ウエストマウントには2つのセイレップのほか数多くのシリーズ学校がある。ありがとうございます。